クロスコード続きやっていきたいと思います。何をするんだったかしら。一人で外野のそのオータムホールの北側へ向かおう。オータムホールの北側、こっちか、こっちか。なんかね、自分のアイデンティティがやばいみたいな。なんかいろいろ更新されてるんじゃないかな。セルゲイがね、知ってたのみたいな、ちょっと険悪な感じにはなってましたけど。あれだね、ギガスパイラルドリルにしてからすごいこうドロップが増えたな。上、あれ、こっちじゃないと。こっちですね。ここやな。よし、行くぞ。ガイアの園。ああ、こんな感じね。ここがガイアの園だ。新しいタイプの敵がたくさんいる。やだね。虫はいないんだ。ああ。そうね。運営がクエストの中でホログラムフロビット月種類。ウサギは月種類じゃないんだ。結構あれだね。これか。なんだね、クロスコードのユーザーは細かいことにも気になるんだね。これなんだ。ねじ巻き師。あ、青いか。あ、出たー。めんどくさいぞー。あ、大変だ。こいつうるさいんだよな。これはすなわち俺たち二人ともが霊気と替えのエレメントを手に入れたということだ。時が来たということ。あー、それはそういう気分じゃないんだよ。素晴らしい。いや、そういう気分じゃないんだよな。ちょっとセーブしておこう。あんまりそういう気分じゃないんだぜ。
PVP 起動。迷惑だな、PVP。お、やる気。うるせえなぁ。あ、つつ。お、やるな、同じ。ジャンプずるくね。あ、すげえ強いじゃん。くらえ。まずい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 。あ、回復できないのか。あ、くそ。くそ。乗り気じゃない、乗り気じゃない。勝てないのか。いいぞ。長弾を利用してる。長弾は避けれないと。いやいやいや、どんだけ連続攻撃できるの。よし、KO。これ苦手だ。おー、やった。会話もちろん問題があるの。お、そんなことが。まあ多少は。優しい。
ジェイソン・キーズ。街があるんですね。ああ、すげえ、仲間になるんだ。あ、これは強そう。電気毛玉。臨界質量って何だろう。あ、これ持ってるね。毛色のバイトを持ってる。電気毛玉があれば、スイッチスライサーが手に入るか、強いのか、としてこれ。あー、また取りづらいところにお宝が。パズル要素がね。うわぁ、なんかキモいのがいる。アーゲビン。あ、瞬間移動する。頑張って。お前ら頑張れ。よし。あのアイテムを取りたいな。こうやって話が進まなくなっちゃうんだよね。うわぁ、なんか物騒な鳥がいる。パパガン。あ、裏をスタンしてる。いる蜂の巣。あ、こうか。はい。えい。どうしたらいいか。あー難しい。あ、いける。あ、うっそー。いや、もうこれはいいや。飛ばそう。なんか、街を探すと言ってましたね。アポロうるさいなぁ。こいつらの装備見てみたよな。スイッチスライスか。シルバー。ショップに行けばいいのね。ちょっと見づらいな。ベイスンキープは上。
ブレイク来た。ブレイク短いね。あー、まずい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 、強っ。強い敵は経験値が何あれ、新しい何かが、スライムいる。ゲルリ怖い。すげえ、に使わしくない。到着。雨降ってるよ。冗談抜きで起きました。フェイスキープ、うるせえなおい。クラフトに見つけることができる。なるほど。出ちゃった。なんか渋い音楽だな。ヘッドバンド。ハンターホル。消えた。そんなに。ダブダブのトレンチコート。サバイバルコート。なんか怪しいのいる。ブージーマン、怖い。ブージーマン、ジャックの方。ジャンゴにジャックをファイヤーから炎の飾り集める。いいよ。なぜ希少メタルだったんです。
自販機。あ、自販機で。あ、ちょっと強くなった。ガイアガーデナーズ。ああ、ギルドがあるんだ。ああ、すげえ、IT 企業っぽい。地元の水源を調査するスタッフを護衛してくれる人だ。護衛任務か。護衛任務苦手だな。高貴なる木子たち。護衛任務は苦手だぜ。結構閉まってるね。おー、ランドマーク。大丈夫か？電気毛玉。まミスティックモヒカン。結構閉まってるね。これはまた入り組んでるぞ。ポイ捨て禁止。あ、ゴミ。ゴミ。いいのかこれ壊して。パープラント作ったら労働者殺すんだよ、価格。スラムだよね。ゴミもこれ解析されてるのか。ゴミは関係ない。いや、絶対大変じゃん、ここ。お、探索者さんへ、ここはプライベートな集まりなんだ。通行証がいるわけね。ゴミの中にあったり。排他的だな。あー、確かに濡れても大丈夫な。
通行証がいりますね。どうする？こちら側からじゃいけないね。怪しい。ホテルかな。神殿行けり、とってもビジネスなこと。うわ、どうやって撮るんだよね。お、なんか見つけたぞ。ログエントリー、セクター SOS-03 への遠征。何かがおかしい。この領域を地図を継ぐことだけは我々の目的であるはずがない。上官たちは古いシグナル、それも旧戦争以前のシグナルを見つけたことで神経をとがられている。古いシグナルを見つけること自体は特別珍しいことではない。なんだ？全部集めたら何かあるのかしら。いにしえの奇跡をたどる旅を進めたいんですよ。え、そうなの？なるほど。あ、いけないじゃん。なんでだ。ゴミって。ゴミって持ってる意味あるのかな。あ、名前があるぞ。レベル41か。フェイスンキープ中に、あ、やば。いるよね、そういう人たまにね。
感謝の異常はしておりません。あ、いた。考古学者がクリュスカーヨ大神殿の入り口に近く石碑を発見した。汝が失われた神殿を探すなら、最も高貴なる隠れ家を探さねばならぬ。木の後ろに。文章の下には連続して矢印も書かれている。伝えられないね。ベイスン交易組合のオフィス。なんだこりゃ、凍えるじゃん。オッケー。フリゴフロスタのファイヤー原子の。高台行ってないな。高台とな。あ、行けないのかな。自販機と内容が一緒なんだよな。あんまりだね。
あら、いけない。アンブレラ社ってもしかしてあれかな。さあ、あ、まだ入っていない建物がある。これか。クエスト受領しちゃうな。タレットディフェンス。わあ、タレット。クエストだけが増えていく。人質事件。パパが集まって警察が反対する。パパギャング。何でしょう。西地区北側。こんなところかな。じゃあちょっとクエストはもうね、なんか数限りないのでオフレコでやって、ストーリーが進む頃にまたね、録画したいと思います。じゃあバイバイー。